マリア・ライヒエは、ドイツ出身の数学者、考古学者、ペリューのナスカの地上絵を研究した。1903年に、ドレスデンで生まれ、ドレスデン工科大学にて数学と天文学、地理学と外国語を学ぶ。彼女は五カ国語を話せた。1932年に29歳で、ペリューに渡り、クスコにある。 ドイツ領事の子供たちの何意見家庭教師として働き始める。1934年にエソで指の一本を失う。同年リマで学校教師となり科学文献の翻訳も始める。第二次世界大戦が勃発した際、彼女はドイツに帰国しない決心をし、ナスカ砂漠の上空を飛行中に直線と図形を発見する。ペルー。 ナスカの近くにあるマリア・ライヒエ博物館の中にある、彼女の仕事場ライヒエは1940年にロングアイランド大学出身のアメリカ人考古学者、ポール・コソックの女子となる。1941年6月、コソックはナスカの直線が南半球の当時点に収束することに気づき、ライヒエと共にナスカの直線の地図の作成を始め、 天文現象との関連性を評価し始めた。後に、ライヒエは、直線が下支点にも収束することを発見し、大規模な点の暦としての機能を持つと提唱した。1946年頃、ライヒエは、代表的な図形の地図も作成し、18の異なる種類の動物と鳥からなることを決定づけた。コソックが1948年に、 ペルーを離れた後も彼女は仕事を続け、地域一体の地図を作成。彼女はナスカの人々がどのように大規模な図形を描いたのかを数学的に分析し、これらの図形に非常に洗練された高精度な数学が用いられていることを発見した。来日へは、地上へは太陽暦及び天体観測台として使われたという説を提唱。 地上への前景を見ることができるのは上空からのみであるため、彼女はペルー空軍の協力を得て写真調査を行った。彼女は自説を The Mystery of the Desert という本に着し、巨大な猿の絵は大熊座を模したものであると信じた。この著書には他の学者から様々な反応があり、直線は主に天文学的な目的で作られてはいないという反応が主なものだったが、 ライヒエとコソックの功績は学術的な資源となった。広く信じられている説は乞声に関係する宗教的な儀式や崇拝に使われていたというものである。ライヒエはザ・ミステリー・オブ・ザ・デザートの利益を砂漠保存運動や護衛やアシスタントを雇うために使った。地上への一帯はパンアメリカンハイウェイから近かったため、 道路による分断や様々な政府の開発計画から地上絵を守るよう提言したり、一体への一般の往来を制限するよう政府を説得するなどし、自分の財産のほとんどをその運動に費やした。一方で、ハイウェイの近くに塔を建設し、観光客が地上絵を見やすいようにもした。1977年、来日は非営利団体である、サウス・アメリカンエクスプローラーズの 創設メンバーとなり、組織の諮問委員会を務め、直線の意義や重要性についてのインタビューを受けた。彼女の業績が学術的に認められたのは限定的であったものの、ナスカの地上絵を国際的に知らしめることには成功した。彼女のこの貢献により1994年、ユネスコはナスカの地上絵を世界遺産に登録した。また、彼女の死後には、 生前に住んでいた家がマリア・ライヒエ博物館として公開された。1993年、功労十字勲章を授与され、1994年にはペルー市民となった。彼女の生誕115周年にあたる2018年5月15日には、彼女のドゥードルが公開された。パートナーのアメリカ人女性エミー・メレディスは、ライヒエの仕事の手助けもしていた。 晩年には健康状態が悪化。車椅子を必要とするようになり、皮膚疾患や視力の減退、パーキンソン病に苦しんだ。90歳の時に彼女は、コントリビューションス、ツージオメトリア,アストロノミー・イン・エンシェント・ペルーを出版した。1998年6月8日、リマの空軍病院にて、卵巣癌のため95歳で死去。遺体はナスカの近郊に、 英誉令をもって埋葬された。2018年現在、彼女の生前の住居は博物館になっている。ありがとうございます。